つまり染谷はその清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せん。こがあなことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって人塊になってるのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の内容もあるんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。桐生の兄貴の言う通りじゃ。踊れら、わしが戻ってくる前にここを出とけや。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞ。わしは秋山、お前には雄太を頼めるか。例の下水道なら東城会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている。伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴ん、清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないっすからね。動くときは声かけてくださいよ。一つ聞いていいですか、桐生さん。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、桐生さんはあいつをどうする気だったんです。よくよく考えたら不思議だったんです。相手は桐生さんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見常を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか。もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げんのはもうやめてくれ。俺は神室町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見常雄と菅井が神室町を逃げればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこの神室町に刻んできしまったんだ。俺は一度どん底に落ちて神室町に救われた人間です。あんたが帝位を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。
桐生の兄貴、他のもんはもう出て行った。俺に何か話があるんだろう、南雲。岩見つねは明日クルスタケルの葬儀の後、造船所に行くはずです。確かか。陽明連合会の二代目襲名じゃ言うて広島に招集がかかっとる。いいのに探りを入れさせたんじゃ。登場会の菅井も来るらしいで。わしは奴らを刺し違えてでも殺す。兄貴もそのつもりなんじゃろ。はあ。ほいじゃが、わしと兄貴だけで十分じゃ。一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。俺もそのつもりだった。どうやら俺とお前で死ぬときは一緒になりそうだな、兄弟。そいつは今日初めて聞くええニュースじゃ。私はもういつ出てもええですけ。ほいじゃが兄貴はそうもいかんじゃろ。うん。カムロ町に別れを言う時間はまだあります。わしはセレナの中で待っとりますけ。用が済んだら声かけてつかさい。ほいじゃ。